それでは薬にちょっとだけ最高なものを足します。A の薬は一滴を1日に2回、もし飲めるなら 4回飲んでもいいですよ。抗生剤ロフロクサシ、衣装室なにっこちゃんみんなが飲んでるんですよね。まあ、全身に効かせるだろうね。それから消化管の機能、胃腸を動かすためにモサプリドとメトクロブランド、まあ、胃腸機能を高める。胃腸機能を高める。でもサプリドはそれにプラスちょっと整腸作用がありますね。効きを抑えると。次、これちょっと何こちゃんには使ってなかったんだけど、リモベンタ。これはもうちょっと色がすごい悪いから口の中に、心臓の収縮力をちょっとだけ強くする。キュッて収縮するのちょっとだけ。それでプラス全身の血管を広げます。血管拡張、そうすると心臓から血液が全身によく行くようになりますので、心臓とかその他の臓器の機能が高まります。だから次、これとこれは前使ってなかったんですけど、ウルソドロキスコール酸という名前で、通称ウルソって言うんですけど、これは肝臓、肝細胞の働きを元気にします。だから肝臓の中には胆のうってあって、そこから胆汁が作られて管を通って十二指腸に流れて消化を助けてるんですけど、その胆汁の流れを良くする。よく肝臓が悪くなると黄色くなって黄疸が出るんですけどねって言うんですけど、これは胆汁の流れが悪くなってくるから、その流れを良くする。それから、そう、カルシウム、それからビタミンの、まあ、特に D なんだけど、まあ、A と D と E が入ってる、いわゆる脂溶性のビタミン、これは前も使ってました。それからあとは、まあ、水溶性のビタミン、それからご飯にコオロギのペーストにちょっとカルシウムをいつも入れてるんですけど、入れてください。じゃあビタミン D 入りはもう今あげない方がいいですか？いや、 D はそんなしょっちゅうじゃないでしょ。しょっちゅうじゃないです。 D は1、2回なんですけど、そうそう、今ちょっと元気がなかったんで、ビタミン D 入りも、まあ、そういう使ってらっしゃるのはビタミン D に関しては2週に1回ぐらいで入れたり、カルシウムも毎回入れておいてください。じゃあ D 入りじゃないやつ。それからタウリン、まあ、これは前から入りますね。肝臓を元気にするサプリメントですね。それからプロバイオティクス、腸全麦、そう、元気な子は D を2週に1回ぐらい使うといいですよね。週1か2週に1回ね。で、まあ、便が出れば自分で治す。しから上がる。キノコですね。ベータグルカンという成分がキノコには入ってて、アガリクスはたくさん入ってるんですけど、これも免疫力を高める。だからこれとこれだけね、一度追加で入れさせてもらいました。なんかビタミンも取らせた方がいいと思って、この前、前回は人参すりおろしたやつを、そのコオロギのペーストと混ぜて与えたんですけど、あんまりそういうことはやらない方がいい。食べるならやってもいいです。これは1滴で2日に1回とはで夜やってください。でこれだけど今日25でしょ、今日と明日は連日やってください。でそこからあとは2日に1回、28、30、1日おきです。ここだけ連日、ここだけ連日、
5月で5月の、2日と、まあ、これあのだからステロイドですよ。ステロイドその何子ちゃんに使ってたんですけど、あの消炎鎮痛剤ですけど、ステロイドの方がよく効くんでね。ただし毎日使うとさ、副作用の方が大きくなっちゃうから、まあ今日明日だけ2日連続で、あとは2日に1回、あとはまあ前もお話ししてるかもしれませんけど、もし腫瘍があったら抗腫瘍効果がある、それから多食になる、食べるようになる、それから飲むと、そうするとおしっこも出ると、こういう作用が期待できる。ただし感染に対して弱いよと、こっちで補う、そういうことです。この抗生剤をしっかり伸ばしていくと弱いと。で長期投与、毎日飲んじゃうと、毎日2週間以上ね、毎日2週間以上使うといろんな副作用が出ます。ホルモンバランスが崩れる、ホルモン病、婦人機能亢進症とか糖尿病とか、皮膚薄くなる、皮膚薄くなる、お腹膨らむ、首が膨張する、お腹が膨らむ、ステロイド性の過呼吸になる、重い部分、長期投与するとですよ、それから脳神経症状が出る子もいます。もういっぱいありますわ、長期投与は。で、まあ、ちょっと状態が良くなったら今の量を少しずつまた下げていくと、まあ、これ使いましょう。で今できたらとりあえず1回さ、できた、AB 飲ますよ。ということは今日はさ、あの1回私飲ませますんで、はい、もう1回夜やってください、はい、で明日からは夜深い1回やって1日起きで、深い1日起きで、口開けない時って無理やり口開けないのがいいですね。無理やり開けなくていいです、うん、あの